に正式化され、1887年から1940年まで使用されたフランスの軍用ライフル銃である。世界で初めて b 火薬と呼ばれる。無煙火薬の使用を前提として新規開発された。8。ミリメートル 50r ルベルダンを使用する銃として開発された。この銃が与えた影響は大きくすぐに世界中で。 同様の無煙火薬を使用する銃が開発されることになり、黒色火薬を使用する銃を一気に旧式化させた。前身であったグラス銃が単発銃であったのに対して、ルベル M1886 小銃は当初重心と並行して8発の弾薬を装填できる環状弾装を装備した。この方式の弾装は数多くの弾薬を装填できる反面、弾頭が 前の実砲の重要来管をついて、断層内で誘爆する事故を防ぐために、断頭の先端を丸くするか、平たくする必要があった。しかし、無塩火薬の発射エネルギーは、断頭の速度を超音速に到達させるほどのもので、あり、断頭が、球形や平等型など、空気抵抗の影響を受けやすい形状では、弾丸の直進性が損なわれ、 命中精度が低下することとなった。同時期に、ルベル M1886 小銃を参考に、開発された22年式村田連発銃も、同じ鉄を踏み、ほどなくして、有坂銃系列の30年式風標銃に置き換えられて、極めて短期間のうちに姿を消していったのに対して、ルベル M1886 小銃は 8mm50R ルベル弾の弾頭を、 戦闘型に変更したバール D 弾に変更して命中精度を確保することになった。このバール D 弾は来管がやや深めに埋め込まれ、来管と薬莢底部の間には二重の保護カバーが取り付けられた手間がかかったものであった。逆に今日市販されている戦闘弾頭の 8mm50R ル,ルベル弾にはこのような安全対策が施されていないため、道中に 複数発装填することは推奨されない。このような対策を施した結果、ルベル M1886 小銃の命中精度は改善され、箱型弾装に改良された後継のベルティエ小銃が登場した後の第一次世界大戦でもフランス軍の主力小銃であり続け、遅くは1930年代まで使用されることとなった。ありがとうございます。